けど。あ、ちょっと本当に来たわよ。あ、リンちゃん。あら、リンちゃん。連れてくわね。連れてきて連れてきて。夏のリンコに会いたい。夏のリンコよ。あれ、これリンちゃんやけに太ったわね。太ってるじゃない。食いすぎじゃない？どうもこんにちは。トシコよ。7月よね。7月といったら海辺に現れる白ギャル、ギャル最高よ。ということで今回も DVD モバイルお姉女子会やっていくわよ。一緒にやってくれる子はこの子よ。イグで私7月石巻で歌ってきたわ。エムカヤよろしく。よろしく。何を歌ったの？ちなみにあのね、ホヤのマーチかっこチクノボバージョンっていうのだったの。ホヤ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 よ。今日もほやほやしながらやっていきましょう。チクンよ、よろしく。よろしく。それじゃ最後はこの子よ。はい、どうも皆さんこんばんは、レプコよ。7月といえば私の誕生日じゃない。今年で32よ。よろしく。あら、よろしく。おめでとう、レプコ。ありがとう。まだだけどね。まだだけどありがとうね。何日 ?15 よ、15。715よ。マジかじゃない、マジか。ちょっと祝わせてもらおうかしら、15日。うん、じゃあ、待ってるわ。君の森に、祝いに。行くわよ。行くわよ。行きたくないわ。さあ、来たわよ。来たわよ。あら、日焼けしてるわね。あ、相変わらず注射器ね、あんた。夏ね。夏ね。無理やり絡ませてくるわね、あんた。また水の呼吸とか言うんじゃないでしょうね。今日は呼吸言わない。夏の呼吸なんつって。いや、もう言ってるじゃん。夏の呼吸何？一の方何？一の方何？夏の呼吸一の方って言って鼻息をね、やっぱり鼻息荒くなるじゃない。それ関係あるの？関係あるの？いつの回か忘れたけど、それ言ってなかったかしら、前。言ってた？やだやだ、もうあんた。でもさ、夏と言ったらあの嫌いよね。何？トシコ。え、何？夏と言ったら。やっぱ夏と言ったら、山岡凛でしょ。なんで？なんで？いや、なんとなくそんなイメージ。あ、でもホラー、まあ、ね、肝試しみたいなね。うまいわ、うまいわ。夏服みたいなスキンあるからね。あ、そうね。来るわよ。凛ちゃん？凛ちゃん？凛ちゃん来るわよ。本当？楽しみね。楽しみね。ちなみにだけど、レプコもエムコもこのゲーム久しぶりとか言うんじゃないわよね。え、どうしたの？どうしたの、トシコ。あ、私もめちゃくちゃ久しぶりにこのゲームプレイするんだけど。あ、ちょっと緊張しちゃった。本当に来たわよ。あ、リンちゃん。あら、リンちゃん。連れてくわね。連れてきて連れてきて。夏のリンコに会いたい。夏のリンコよ。あれ、これリン。リンちゃんやけに太ったわね。やけに太ってるじゃない。食いすぎじゃない。リンちゃん髪はげ上げてるわよ。食べ過ぎにしては体積が3倍ぐらいになってるわけど。大変じゃない。夏の食べ過ぎなの？本当だったらね、夏バテで痩せるはずなんだけどね。食い過ぎよね、あれ。食欲の夏なのね、きっとね。そうなのね、これ。やばいわよ、来てるわよ。やばいわね、ちょっと板がなくなる前に爆速発電しましょう。わし行きましょう。だいぶあの怨念が溜まってるわね、あの子。トシコのオーラめっちゃ見えるわよ。わがままボディだったわよ。ねえ、トシコはクラウンあり？なし？私なし、うん、あ、なし、わがままボディだけど。やっぱわがままボディ見てると私見てるようだもん。どうぞクラウンなの？同族嫌悪ってやつね。そう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 。私低身長で体重もかなりあのヘビー級にあるから。ヘビー級。ヘビー級なの？何キロぐらいあるの？私今80あるわよ。あら、私よりあるじゃないの、あんた。だしょ。だしょ。痩せないとまずいの。トシコ、それ何回分の痩せないとまずいなの？なんか一生分聞いてるわよ、うん、6年分ぐらい。毎回聞いてるわね。そうよね。いつも痩せる気はあるんだけれど、あいた、あいた。トシコ、あんた泣いちゃじゃない？泣いちゃよ。泣いちゃでしょ、泣いちゃでしょ、うん、だって、あいた山岡でいいんよ。泣いちゃでしょ、泣いちゃでしょ。ちょっと、ね、思わぬ嬉しかった。そう、思わぬお褒めの言葉に。ちょっと嬉しかったの。嬉しかった。舞い上がっちゃったよ。トシコ、ちょこちょこあの自社動画あげてるじゃない。うん、あげてる。うん、で、私毎回見てるんだけど、毎回美味しそうなもん食べてんだよね。いや、そうなのよね。嬉しいわ。やっぱ人間の欲って言ったら、食欲、睡眠欲、性欲、あと何があるのかしら。欲いっぱいあるわよね。その三大欲求よ。三大欲求よね、これが。三大ね。三大欲求よね。え、この中でも
二人はどれが好き一番。何その質問。いやもう普通に性欲とは言えないわよね。あ、性欲じゃないの。まあまあまあ食欲じゃない。え、ほんと。いや食は最高よ、としこ。 M 子細いけど食うわよ。私食うわよ。そうなのね。うん、でもね、レプコも食べるのよ。私食べるわよ。でも私、うん、太ってるから私が食うのは別に普通なのよ。あ、やばい。そうよ。え、レプコは？え、私あの最近ダイエット目指してるから、うん、今日のお昼も照り焼きマック2個食べたわよ。食べるじゃないもうさ。あの体わがままでよ。体重気にする人が食べるものじゃないわね。そうよね。ねえ。食べた後にいつも後悔しちゃうのよ。やっちまったってね。そう、後悔の呼吸一の方ってやつ。また入れないと。入れても大して伸びないわよ。そうなのよ。あれ結構あれじゃない、うまい感じで回ってるくない。レプコがチェイスしてくれてるのよ。レプコのチェイスタイムね。うん、そうよ。あの子もレプコにチェイスされてたらいつかは痩せるんじゃない。いやもう痩せちゃうわよ。もうよし。ダイエットってなかなか難しいのよね。いやそうね。そうよ。でも何かきっかけがあるとね、楽しくなってくるわよ、うんうん、え、2人が一番痩せたきっかけとかなんかある、うん、今まで過去この人生の中でダイエット成功したっていう、うん、ある。いやないっすよ。私まあ結局リバウンドしちゃったからなんだけど、うんうん、あのパーソナルトレーニングジム昔流行ったじゃない、ライズアップみたいなやつとか、うんうんうん、私それに通ったらバチバチ痩せたわよ。あ、そうなのね。パーソナルは本当いいわよ。本当にいいわよ。私だって15キロ痩せたもん、2ヶ月で。15キロも痩せたの？うん、まあもうそれも戻ったけどね。いいじゃない、やっぱ取り戻したってことね。失ったものをね。失ったものを、ね、やっぱトレーニングで大事なのね。としこはジムとか行かないの？あ、私ね、ジム行ってたんだけど全然痩せなかったから、うん、あのやめたわよ。やめちゃったの？ジムやめた。もうやめちゃったの？もん、それあんたのやる気次第じゃないの？でも私やっぱり失恋した時一番痩せたわね。やっぱ来るわよね、失恋したら。やっぱ濃い大きいお姉だから。ごめんなさい、濃い私タップ打っちゃったわ。濃い大きいお姉、ね。確かでももう失恋できないじゃない。そうなのよ。あ、やばい。失恋するときはお金かかる。あ、来たわよ。なんですよ、慰謝料ってやつね。慰謝料よ。助けてM 子が、M 子が、M 子よ。これ地下？地下。あら、楽しいわよ、夏の風物詩パラサイト地下。助けに行くわよ、うん、待ってるわよ、肝試し。私の方にタゲ持ってこれるかしらね。ちょっと待ってちょうだい。あ、何だったの？嘘でしょ。仲良く吊るされてんじゃない、あんたたち。冗談じゃないわよ。あ、トシコおかえり。あ、ただいま。まず私見つけたわ。よしよし、ちょっと待ってちょうだい。壊すわよ。大丈夫かしら。あ、大丈夫かな。いやでもまずはノーワン壊さないとね。そうね、まず壊さないと。そうね、あかんね、これ。先に行かれるのトシコよね、これね。可能性高いわね、はい、私まだ元気だから負けないわよ、うん、行かれる可能性があるのはトシコかなって。はい、これね、今度ね、これ待って、ファイナル炎上じゃない。トシコ、トシコ、やべ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 、何んでんの。トシコ、トシコ、いや戻ってきても、戻る、あ、トシコ戻ってきて、何してんの、何してんの、トシコ、トシコ、トシコ、何やってんの。ごめんなさい、すいません。救助した後の我慢状態で M 子救助すんのよ。そうよね、私はそうかと思った。ごめんよ、やらかしてごめん、見ないで。やらかしちゃった。それでまた上行くならまだしも戻ってきちゃったからね。戻ってきちゃったからね、トシコ。そうなのよ、やばいわ。この構図が一番のサムネじゃない。私たちシャンデリアよ。シャンデリアよ、これ。ノラ、先に行くわよ。ノラも困ってんじゃない。
やらかしちゃったよ。行くか行かないか悩んでるじゃない。ごめんよ。7月一発目は綺麗なシャンデリアよ。綺麗ね。綺麗なシャンデリアよね。弾き飛んじゃったわ。早くダウンしちゃったじゃない。ノラも死んじゃったかってことでね、私たちもね、行こうかしら。そうね、そうね。お先。私も行くわよ。ごめんよ。ごめん、あそばせん。ごめん、あそばせん。あそばせん。いやー、死んじゃったわ。エムコ、最後にありがとう。ありがとう。感謝の気持ち。遺言残してたわ。うん、忘れちゃダメよ。素晴らしいわ。いやー、ノーアンだったわね。やっぱノーアンつらいわね。あんた、4パー引きなさい。まだ残ってるわよ。引かないわね。行かないわね。行かないわね。諦めちゃってるのかしら。諦めちゃってるのかしら。この状態であれなのね。半耐久行かないのね。そうね。うん。ま、その釣られたタイミングとレプコが飛ぶタイミングがみたいな、うん、あったんじゃない？あ、なるほどね。違うのかしらね。まあ帰りましょうか。帰りましょうか。ねえ。帰宅。今日はじゃあこの辺で。そうね。かしら。立派なシャンデリア。ごめんなさい。